キチャンネル。こんにちは。こんにちは。ちょっと袖がついてますね。いやだってもう秋ですもん。まだポロシャツです。ポロシャツはもうあれにしようかな。もうユニフォームみたいなもんですね。そうですね、うん。でもやっぱりゴージャスな服着てる方が、うん、それも必要経費なのかな、衣装代で。まあ衣装ですもんね。衣装です。衣装必要ですもん。そうです。だから俺ポロシャツやめよう。うん、やめんですか。はい。次回から。でもコメント欄に里崎さんいつまでポロシャツなんだろうとか、多分ね、うん、ポロシャツを楽しみにしてる人もいると思う。痛いっしょ。羽川さんのノースリーブに比べたらちょっとね今日抵抗してみましたね、はい、でもね森上さんがね、はい、もうちょっと下に下げるらしいですよ。ちょっとそうして私もだから豊かチャンネル見逃せないです。森上さんの服がどこまでいくかが気になりますね。こうそうですね、うん、ちょっと本当に薄くなる可能性とかもね、細くなってくる可能性とかも、薄くて細い。よく目の前にして言えますね。いや全然すいません。はい、問題いきましょう。野球界先輩から言われる、はい、絶対に聞いてはいけない魔法の言葉っていうのがあるんです。その言葉を鵜呑みにすると地獄に落ちます。怖っ、はい、でも悪気は全くないんですよ先輩は。え、こいつを落としてやろうって意味で言ってるんじゃないですか。全くそう言ってないところが怖いんですよ。だから今は悪いないんだ。全くないです、僕はもう16年間プロでやってきた中で、はい、この3つの言葉必ず言われました、はい、でも言われて僕はそれを実行しなかったんで、あの幸せに暮らしましたけど、はい、それを実行していって引退後も本当にキツキツなやついっぱいいます。何系の話なんだ。それはプライベートでですか、試合中ですか。現役の時、うん、2個、引退後1個ですね。あ、そんなあるんですか。引退後の話もあります。はいはいはい、はい、じゃあちょっと結構あるので1つずつ教えてください、はい、じゃあまず1つ目です。はい、1年間特にルーキーとか、うん、若いやつとか、はい、1年間頑張って今年初めて結果出すとかするじゃないですか、はい、ルーキーの甲斐野投手とか、はい、ソフトバンク、うん、ヤクルトの村上選手とか、うん、近本選手とか、はい、あとまあねロッテでも岩下投手とか、うん、その今年結構頑張れたみたいな選手が結構いるじゃないですか、はい、でその人たちに先輩がこの言葉言います、はい、1年間頑張ったんやからオフは休んどかないとお前怪我するぞ。これです。おー、言いそうですね。体を休めとけよって言いそうでしょ、はい、1年間頑張ったんやから、うん、もうオフ休んどかないとシーズン始まるから、うん、休めるうちに休んどかないとまた怪我するぞって言うんすよこれ、うん、はいはい、これを鵜呑みにしたら最後です、はい、いやなんか優しい先輩だなっていう感じはしますけどね。あるでしょ、はい、でもこれ、うん、あの鵜呑みにして練習全くしなくなると、うん、あのオフ開けた時に体が動かし方分かんなくなるんですよ。で今までそう結果出すためにオフとかほぼ休まないでガツガツ練習してきて、でやっと結果出したんですよ、はい、もしくはルーキーで初めてのプロ野球でどうオフ過ごしていいか、多分そんな 2,3 ヶ月フリーになることなんてないじゃないですか、はい、でまたすぐキャンプで競争が始まるわけじゃないですか。それ全く何もしなくて休むと2月キャンプ始まったら投げ方忘れてたりするんですよ。へー、あと打ち方とか、はいはい、でだから一発屋結構いるでしょ。あ、まあ、何気にブレイク1回して出てこなくなった、そっから出てこなくなったやつとかいるじゃないですか、はい、あとは2月に無理に体を動かしてあいきなり上げて怪我するやつ。ああ、そうですね。だって僕自分で思ってましたけど、はい、休まないですもんオフ。トレーニング2時間ぐらいするのって別に休んでるうちなんですよ、はい、ああなるほど。だから 100% 休まないんですよ、はい、だもし旅行に行ってでもあのシュノーケリング代わりにスイミング1時間しっかりフィンとかつけないと泳いでるとか、うんうんうん、その休み方知ってるんですよ、はいはい、だそれを休んでる認識ないんですけどトレーニングずっとしてるんですよ、うん、でも何もわからないやつって休み方知らないから完全に休むじゃないですか、はい、でそれを鵜呑みにして完全に休んじゃうともう帰ってこれないですよね。なるほど。オフって言っても気持ちをオフにしすぎちゃダメなわけですね。そうなんですよ、僕らはもう気持ちオフにしても体を動かしてるんで、はい、だから本当に休んでないんですよ。1年間頑張ったやつって、はい、オフやと思って完全に休むんですよ、うんうんうん、そしたら帰ってこれないですよね。でも佐藤さん的には気持ちはリフレッシュはできてるわけですか。めっちゃできてます。千葉でゴルフ行きました、うん、カート1回も乗らなくて、うん、ゴルフをアップとして18ホール全部歩いてやって帰りにマリンに行ってトレーニングするとか、うん、っていう必ずどっか行ってもトレーニングします。へー、でもそれでも休んでるうちなんですよ。別にトレーニングをガンガンやってるだけで、
気持ち練習してる感じもないんですよ。ああいいですね。だ日常になってるんです。ご飯食べるのと一緒ですね、うん、ご飯食べるのと一緒にトレーニングしてるだけなんで、うんうん、そこを練習してる感じなんですよ。休んでる感じなんですよ、はい、でもそんなのいきなり自分で頑張った奴らに分かんないじゃないですか、うん、でガッツリ休みますよね、はい、で遊びに行きますよね、はい、で2ヶ月間低たらくですよね、はい、それは戻ってこれないですよちょっと心のゆとりあるじゃないですか、はい、俺は今年頑張ったから来年も行けるよっていう油断が相乗効果になって落ちていくこと逆に。いやでも先輩も悪気がないっていうのがね、またそれが厄介です、ね、それがでも言うでしょ、言うでしょ、言いますよ、ゆっくり休みなねとか言う、うん、多分ね言われた人いっぱいいると思うんですよ、はい、でもそれを鵜呑みにして完全に休んじゃうと地獄落ちます、うん、うわー、これはね新人選手見てほしいですね、はい、あとこれね、はい、コーチとかもいますからね普通に。ああそうなんですか、悪気ないですから。もう確かに、はい、うん、で言ってることも間違ってないんですよ、うん、正直、はい、でも休み方に問題があるんで、はい、まあ、そこがね、うん、どうなるのか考えながら休んでほしいですね、うん、はい、休み方はじゃあ気をつけろということですね、はいはい、じゃあで2つ目が、あのお金なんて使わないとお前稼げないぞ、これです。うわー、稼いでる人がよく言いそう。言うでしょ、言いそう。お金なんて回るんやから、うん、お前使わないとお前入ってこへんぞっていう、ある人ほどお金は使うもんやみたいな、うん、ケチケチすんなみたいな、はい、よく聞かないですか、野球界じゃなくても、はい、これ鵜呑みすると引退後金欠ですこれはあのよく考えたら分かるもうよく考えたら分かる話ですね、これは。だから引退、うん、だから現役中、はい、一番しなきゃいけないのは、うん、貯金なんですよ、はい、もうこれは、まあ、言ってましたね、はい、うん、でも先輩が言うんですよ、はい、お前いい車乗って、うん、いい時計つけて、うん、いい服着て、うん、いいご飯食って、うん、お前自分に投資してやっていかないと、あとお金は使うことはね、使っていかないと、うん、お前この帰ってきへんのやぞ、はい、ってよく言うんですよ、うん、金欠です周りの人たちがめっちゃ使ってるから、あそれに同じようについていくと、うん、給料がーいってる人はいいですよ、はい、そこそこの人たちは使いすぎますから、うん、そうです、同じ生活しだすと、うん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 、だから欲しいものを全部買わずに欲しいもの1個買って貯蓄をすればいいわけですよね。そうなんですよ、うん、でも言うんですよ先輩が、はい、いいものかい紹介してやろうかとか、あお、車欲しいんか紹介してやろうか、時計欲しいんかいい店知ってるぞ、うんうん、お、いやもうちょっといいとこ住んだ方がいいんちゃうかとかね。ああでもそうしたら紹介するぞって言われたらぜひお願いしますってなりますよね。って言うじゃないですか、はい、でガンガン使うんですよ、うん、で気づいたら引退になるんですよ、はい、お金ないですよね、はい、え、佐藤さんでも言われました、やっぱり。いや全然言われましたよ、はい、お金なんてお前使わんとお前帰ってけえの、お前使ってまだグラウンドでお前稼いだらいいやないかって、うん、はい、もう何回も言われましたし、はい、何回も言ってる人見たことあるし、言われてる人も聞いたことあります。佐藤さんは、あ、はいはいはいって言いつつ、そうそうそう、心の中では、はい、あのいやそんなことよりも貯蓄やっちって保守的保守だけにね、はい、あの3回目お決まりなんでもでも本当にこれは本当に言われます、うん、はい、へえ。だってなんかプロ野球選手なんかやから、うん、お前いい車乗っとかなきゃあかんやろぐらい言われるんですけど、うん、はい、やっぱ引退した時に、うん、一番変えなきゃいけないのが車ですよね。だからまあ使うのももちろんいいことだと思うんですよ、はい、子供たちが夢を持ったりするわけですよ、うんうん、だから自分のもらったお給料の中でどれぐらい使うかをちゃんと考えればいいわけですね。そうそうそう、でも最近ブランドも持ってるだけでそんな憧れます。だって僕らの時で言うと、はい、だから豊かさん世代ですよね、はいはい、金のネックレスにパンチパーマで、はい、セカンドバッグでしょ、はい、なんかここにちょっと虎の絵とか書いてあるんですけど、虎の絵とかすっごいセーターとか、はい、もしくはなんかあのボンタンみたいなズボンか、うん、はい、肩パッド入ったジャケットでしょ、はい、いや憧れないでしょあんなの本当ですか。いや私松井和夫さんが言ってたんですけど、それに憧れてプロ野球選手になりたいって言ってましたよそんなんに憧れたこと1ミリもないっす、はい今のプロ野球選手3点セット何なんですかね、そう考えたら。あでもやっぱ車はありますね。でも最近金のチェーンなんか流行ってますよね、ね、あ流行ってんですか。いやなんか試合中もベローンみたいなしてるやついっぱいいるじゃないですか。あれ重たくないのかなと思うんですよね鍛えてんじゃんここもですか金ね、いやいや走りにくそうだなと思いながらねまあ最近3点セットあんまないですね、そう言われると。そうですね、あんま聞かないですね、うん、全員が持ってるのって聞かないですよね。ないですね。磁気ネックレスとかじゃないですか。なんかスポーツ用になってますよね。そうまあまあまあ憧れる子もいると思うので、はい、まあ、自分のお給料に見合ったお金を使ってください。はい、そうそうそう、ね、これがまず2つです。はい、さあ3つ目が、はい、バラエティーとか、はい、チャラチャラして仕事したら
あのコーチとかユニフォームも帰れなくなるよ、お笑い的な仕事をしすぎると現場に帰れなくなるよっていう、すっごい言いにくいですけど、はい、そうやって言ってるあなたが帰れてないですよねって思っちゃう。バラエティー班とかそういうの出てると現場に帰りにくくなるよとか、佐々木チャンネルのコメント欄でも佐々木そこまで言い過ぎたら現場に帰りにくくなるよとかいうコメントとかもあるじゃないですか。で僕何回も言ってるんですよ、いや別に興味ないって皆さん今ガーンと思ってますよ。コメント欄結構多いですよ、監督やってくれ、コーチやってくれとか。だからいいです、だからやってあげてもいいですよって言ってるんですよ、条件次第ではね。だから僕の条件が飲めればやりますけど、別に僕からお願いすることでもないじゃないですか。ああまあそうですね、うん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 。でもそうやってね言うんですよ、バラエティー班でもね。そう考えたらジャイアンツのね本木さんとか宮本さんとか、どちらかというと、あの同じ系統じゃないですか、僕と、もうあの大先輩に申し訳ないですけど、あの笑いを取りに行けるもんですね。でもそれがねジャイアンツ入ってやっぱりそれこ、卓越したコミュニケーション能力でしっかりチームをまとめてるじゃないですか。佐藤さんどっかの動画で言ってたんですけど、チャラチャラした人ほど考え方しっかりしてるって言ってた。そうなんですよ、やっぱそういう傾向がね、あるような気がするんですよ、だからやっぱりね、高井豊さんとかもやっぱり考え方しっかりしてるじゃないですか。いやチャラチャラしてるって言いたいんですか。でもあれでしょ、どっちかって言ったら、どっちかっすよ、硬派かチャラチャラしてるか、どっちかって言ったら、チャラチャラしてますよね。豊さんね、硬派に見せかけてチャラチャラしてる。それは僕よりひどい。最近好感度下げにしてる。鵜呑みにしていくと、自分を地獄にね、プレイヤーとしては地獄に突き落とすし、やっぱそのお金のことも、それを鵜呑みにして使いすぎると引退後困るし、で引退してからそうやって仕事の幅を狭めると依頼が少なくなって、この生活の分も幅が狭くなるわけじゃないですか。でもね、これを鵜呑みにしちゃいけないんですよ。でも言ってくる人います、気をつけてください。あなたそうやって言ってくる人いますからね、1年間頑張ったから休めとかね、あの金使わないとお前儲からないぞっていう人もいますし、チャラチャラしてたらお前コーチになれないぞってあなたも言われるかもわかんないんでね、気をつけてください。気をつけてください。